皆様こんにちは。株式会社日本ハウスホールディングスの立石です。本日ご案内させていただきますのは、福岡県にありますマリナ通り展示場のモデルハウスになります。この動画のポイントは、脱炭素ヒノキの家の高いデザイン性や先進の技術力、住宅メーカートップクラスの高気密高断熱になります。ぜひ最後までご視聴ください。まずは外観です。こちらのモデルハウスはスクエア感と水平ラインを強調したシンプルでモダンなフォルムの展示場になります。モノトーンでまとめたシャープなイメージの色合いに緑の外光が都市にアクセントを添えます。仕上げの質感にもこだわっており、高級感のあるタイルの組み合わせは住宅というより邸宅といった雰囲気を演出しております。こちらのモデルハウスは日本ハウスのオリジナルのタイルを使用しており、アクセントに大判の外壁、木目調の軒天材を使用しております。このチャンネル内ではタイルの動画も投稿しておりますので、そちらの方もご覧ください。それでは中の方をご案内いたします。こちらの玄関では外部から内部へモダンなイメージに合わせて設計をしております。玄関スペースは家の顔となり、来客時の見た目も考慮してタイルのデザインを多く取り入れ、間接照明で演出したおしゃれな玄関となっております。近年ではコロナウイルス等で暮らし方、働き方が変化する中で住宅の在り方も変わってきております。そういったご要望にお答えした。こちらのシューズクロークでは手洗いを設けておりまして、家族がご帰宅の際に手洗いやうがいができるようになっております。それではリビングの方をご案内いたします。こちらの LDK は約26畳ございます。また天井高は2メーター60センチと通常より20センチほど高くしておりますので、より快適に感じられるかと思います。また特徴としましては、床と天井に国産のヒノキ材を使用しております。内観も素敵な工夫が施されております。またダイニング北側にはカウンターと釣り戸棚もありますので、収納として非常に便利なのと思います。当社はヒノキ品質といってヒノキの良さを生かしたお家作りをしております。2019年にはヒノキの暮らしでグッドデザイン賞も受賞しております。ヒノキは構造材としての性能、断熱性能、消臭、脱臭効果、リラックス効果など多くのメリットがございます。長く快適に住んでいただきたいという会社の考えの一つになります。それではキッチンの方をご案内いたします。こちらのキッチンはセパレート型と呼ばれるタイプになります。シンクと作業部分のみアイランドキッチンのようになっております。コンロが別にありますので、お子様と一緒に料理や大人数でホームパーティーなどができる十分なスペースもあり、リビングダイニングがよく見渡せますので、家族とのつながりを感じることができます。こちらのモデルハウスではクリナップさんのキッチンを採用しておりまして、特徴としましては、まずはセラミックの天板、こちらは直に包丁で使っていただけるほど耐久性も高く高級感もございます。またお手入れのしやすいタッチレス水洗、または収納類はすべてゆっくり閉まるフルモーションとなっております。キッチンの面材なんかは実際にショールームなどで選んでいただくことができますので、ご安心ください。こちらのキッチンの高さは85センチございまして、一般的には身長割る2プラス5センチがちょうどいい高さと言われております。それではパントリー家事室の方をご案内いたします。こちらキッチン奥には家事室とパントリーがございます。
現在家事室は給湯室として使用しており、実際は階段下のスペースをキッチンからアクセスできる便利な収納庫として使うことができます。共働きの場合、食品から日用品まで買い物は一瞬間分まとめて買われる方も多くいらっしゃいますので、そういった場合に収納があれば雑多になりがちなキッチン周りもすっきりすると思われます。リビングダイニングは家族が一番長くいる場所で物も多くなりがちです。このような収納庫がありますと、いつも綺麗で快適に過ごすことができます。それでは水回りの方をご案内いたします。こちらが水回りのスペースになります。キッチンからアクセスがいい動線と、洗濯してすぐ干していただけるデッキスペースがございます。まずはこちらの洗面台なんですけれども、幅が 1m75cm ございますので、場合によってはボールを2つ用いて朝の混雑時など家族同時に使っていただけるような洗面台となっております。続いてユニットバスです。こちらは TOTO さんのお風呂を採用しておりまして、特徴としましてはこのほっからり床といって畳と同じ柔らかさの床になっております。また浴槽は魔法瓶浴槽といって、非常に保温性の高い魔法瓶のような浴槽となっておりますので、非常に快適に使っていただけるかと思います。またこちらの洗面所も天井には国産無垢のヒノキ材を貼っております。こちらにトイレがございまして、和室をご案内させていただきます。こちらの展示場では伝統的な新壁和室になっております。近年では大壁和室といってクロスで仕上げる和室が多くなっておりますけれども、こちらの展示場ではこういった柱が見える、または壁を塗り壁で施工してます新壁和室になっております。窓面には内障子がついており、素敵な和の装いを感じられる空間となっております。用途としましては家族の集い場としても、水回りの近い客間としても使うことができます。それでは2階の方をご案内いたします。2階をご案内する前に階段に注目していただきたいです。当社では1メーターモジュールを採用しておりますので、通常より幅が広い施工となっております。通常の尺モジュールと比較すると約9センチ程度違ってきますので、大きな違いになるかと思います。廊下、階段、建具などぜひ広さに注目していただきたいポイントになります。それではお2階ご案内いたします。こちらが寝室になります。こちらの寝室は正面に奥行き2メートルの日差しのついたバルコニーを配置しており、明るく開放感があり気持ちのいいこと間違いないです。床はカーペットになっており、ホテルのような空間となっております。壁奥をご覧いただきますと、壁一面にエコカラットを取り入れたディスプレイ棚になっており、写真や本、収納ボックスなど様々な用途として使っていただけます。好きなものに囲まれてくつろいだり寝ることができる空間はとてもいいですよね。こちらの上部のルーバー部分の中にエアコンを隠すなど、できるだけ見せたくないものは隠す工夫をしております。続いてシャワールームをご案内いたします。水回りが2階にあることで、それぞれの寝室から近く、夜のお風呂、朝の身支度などがしやすくなります。寝室、クローゼットともつながっており、バルコニーも近いので奥様の家事である洗濯動線にも配慮しております。それではウォークインクローゼットをご案内いたします。こちらのウォークインクローゼットは広々とした収納があるとともに、奥様の化粧台スペースも奥にございます。寝室だけで外出の準備を完了するような間取りになっております。それでは2階ホールをご案内いたします。
ちらの2階ホールには天井にヒノキの9ミリの無垢材を使用しております。外からも内からも見た目がいい素敵な空間となっております。本来はこちらのスペースは子どもの勉強、仕事、読書などとちょっとした作業ができるカウンターと収納がついている空間になります。2階のセカンドリビング、くつろぎの場として使っていただける空間となります。こちらの奥のスペースには当社のミニチュアの構造体やその他にも詳しい説明のブースとなっております。詳しくお話を聞きたい方はぜひこちらのマリナ天井までお越しください。今回のルームツアー動画はいかがでしたでしょうか。ヒノキをふんだんに使ったお住まい、シンプルでモダンな家は気になった方がたくさんいらっしゃったと思います。私たち日本ハウスにもぜひ相談してください。今後もヒノキを使ったお住まいをご紹介していきますので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。